梅ちゃんこと梅澤明です。今ニョキニョキっと来ている注目の人にお話を伺うインタビューバラエティー水曜のニョッキ、今週のゲストは、初のベストアルバムキラリをリリースした東京女子流の皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回 初めてベストアルバム出される、リリースされるということで、まずどのような内容になっているかお伺いしたいと思います。はい、今回ファーストベストアルバムキラリをリリースさせていただいたんですけど、デビュー曲から最新曲までもう女子流の5年間が全部詰まっているアルバムになっていて、MV の方も全部入ってるんですよ、はい、CD に CD、うん、はい。だからもう本当に女子流を知らない方がこのアルバムを手に取ったらもう5年間全てわかるアルバムになってるので、もう成長とかいろいろ変化してるところとかも感じ取ってもらえるかなと思います。やっぱりデビュー曲の MV とか見るとすごい子供だなってすごい感じてだからそのキラリ、デビュー曲のキラリから今の最新曲までの MV とか見て もう顔も違うし、やっぱ声もすごくメンバーみんな声も大人っぽくなってて、だからやっぱり私たち自身も見ててすごく楽しい一枚なので、きっと昔から応援してくれてる方もすごくこのアルバムは楽しみにしてくれてるんじゃないかなと思いますし、思い入れのある曲いっぱいあると思うんですけど、もう1曲もしあげるとしたら何がこう、みんなそれぞれ違うと思うんですけど、私がやっぱり一番印象に残っている MV はキラリですね。やっぱり、なんか何もわからないままどんな撮影をするんだろうとか、本当に不安ばっかり、不安な気持ちがすごいたくさんあった中での撮影だったので、こうなんかすごい今見ててすごい新鮮な表情をしてるなとか、なんかあこの時本当に何も分かってなくてなんかすごい本当に不安な表情だったりとか、でもなんかこう楽しみながら撮影をしているこうオショットムービーとかも、キラリのそのシングルで出された時にこう見れたりするんですよ、それを見た時にこう、あ、こういう時もあったなとか、キラリだけなんかもう3日間やったんです、撮影を、はい、なんか私たち女子流は結構1日とかで、あ、大体そのやるんですけど、キラリだけすごいね、長くて、はい、でしかもみんな撮影場所がバラバラでこう、ずっとバスで移動したりしてて、だったのでなかなか一番大変だった撮影、こちらが実はデビュー間もない頃の写真、まだデビューしたてですよ、これデビューしたての頃のお写真、はい、この衣装もね、すごい毎日着てたね、この衣装も夏毎日のように着てた、なんかこれで一回なんか移動見した時あったんですけど、すごいなんかチアの人みたいな感じで、この頃は小学生、中学生、そうですね、中1とか小学生、そう、でもみんな髪の毛イメージとかそんなにね、黒髪で、そうですね、短くなったりとかしないですよね、はい、デビュー当時からアジア進出を東京主流目指してて、やっぱこうアジアとか世界の人からこう見ると日本って黒髪のイメージがあるじゃないですか、やっぱりそういうのをもっと定着させたいっていうのもあって、黒髪のロングでずっとデビュー当時から来ています。5年間こう皆さん活動されてきたんですけれども、この先ほど の子どもの頃から、歌やダンスなどは変化はありましたか？結構昔はなんかこうピョンピョン飛び跳ねて踊ってたんですよ、なんか昔の映像とかを見たらね、すごい跳ねてて、やっぱ最近になってすごい大人っぽい曲とかが増えて、なんかすごいセクシーな踊りをやってみたいなとかを求められたりする時もあるので、なんかそこも変わったなって思います、大人になったなって最近こう思うこととかありますか、このデビュー当時に比べて。でもやっぱりその結構デビュー当時とかはみんなで手つないで歩いてたりとか、もう常にキャキャこういう感じで歩いてたりとか行こう行こうみたいな、すごくね、なんだろう、このメンバー同士でイチャイチャみたいなのがあったんですけど、やっぱり5年こう一緒にいると手つないで歩くとかもなくて、なんかなんだろう、本当に結構サバサバしてて5人とも、すごくだからなんだろうな、
落ち着きが出たよ、ね、落ち着きが出たんで、すごいなんかね。でもたまにさ、綾乃とかなんか腕掴んできたりしました。綾乃さん、たぶんね、ちょっと疲れてきちゃって、うん、引っ張ってほしい時だった。いや、でも私結構くっつきたがりで、くっつきたがり、まあなんか誰かの腕を持って一緒に歩いたりしちゃうタイプなんで、なんかみんなにやるんですけど、うん、なんか避けられますね。避けてない、避けてないよ、避けてない、すごい嫌がられるですね。わざわざベタベタするのも恥ずかしいかなみたいな、うん、さっきちょっと山上さんのスカートをひらひら触ったりとか見られちゃってるじゃん、見られちゃってる。それも私の方ですね、山上が私の方が山辺が私のスカート触ってましたね。はい、なんか気になっちゃうね。案外みんな結構ちょくちょく、まあね、やっちゃう時もあるよね。なんかもしかしてじゃあ、そんな大人じゃなかった。だいぶ静かなんですよね。これでも静かになりましたよ、うん、これでも、はい、すっごい静かな、はい、はい、ではここでちょっと東京女子寮の皆さんの素顔に迫ってみたいと思います。突然ですが、いきなり指差し質問ゲーム。東京女子流で一番おしゃべりな人は？はい、はい、決まりました。じゃあいきます。せーの、はい、小西さんは？小西は一人。小西、はい、小西派1。お、山部派が？はい。お、それで仲いいですね。仲いいさん、これはじゃあまず大多数のなんか本当に、うん、テレビとかドラマとか見てる時も喋ってくれるんですよ。集中してるのに一番映画一緒に行くとやばいパターン。そうですね、あ、映画館でも喋っちゃう。喋っちゃう人ですよ。なんかここのシーン良かったとかその場で共有したいじゃないですか。終わってから喋るんですよ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 。そんな一瞬で忘れないけど。東京女子流で一番おしゃれな人は？決まりました、うん、じゃあせーの、はい、あ、なんか皆さんばらけてる感じします。ゆりの人が、はい、の人が3、うん、で、そのゆりさんはあゆさんを指さして、あゆさんはあーちゃん、ポニーさんを指さしている。これはじゃあまずじゃあ多数派の中井さんはこれおしゃれ。ゆりとは、ね、趣味が合うんですよ。趣味っていうか、あ、服の、ね、そのタイプが、そう、はい、だからゆりが着てる服とかめっちゃ好きで、あ、こういうの私も欲しいみたいな、なんかしかも似合ってるんですよ、すごい。だから、あ、可愛いなと思っていつも見てます。服とかこう見に行くとね、結構これいいよねって言ったら会う時ある、うん、ね、うん、中井さんは誰、瞳の結構そうですね、で迷ったんですけど、うん、でも瞳の最近の服はすごくおしゃれで、なんかおしゃれに気を使ってるなっていうのをすごく感じるので。昔やばかったみたいな。やっぱり3人票を集めた人からのポイントはちょっと辛口って。そう、すいません、そんなつもりなかったんですけど、はい、瞳すごいファッション好きだよね。雑誌とかよく読んでるし。あ、そうなんです。雑誌を毎月、なんかお父さんが毎月なんか送ってくれるシステムにしてくれてて、あ、まあ寮に届いてくるよね。で、それを見ながらこう研究してたりするんですけど、はい、お父さんがその雑誌をチョイスしてるんですか？いや、なんか雑誌送ってあげようかって言ってくれて、え、そんなことできるのと思って、もう思わずうんって言っちゃいました。はい、お父さん経由の定時コードみたいな。新しいシステムです。3人、この間サイン会の時ね、たまたま一緒の服を売ってて、お子さんに、トリオになってました。トリオすげー衣装みたいな。そうですよね。逆になんかこの着てなかった2人がちょっと肌に、おじちゃんと忘れた人みたいな。東京女子流で一番変わっている人は？あ、決まりました。お、決まりました。いきます、せーの、はい、これはどこを指してるんですか？ひとみです。ひとみさん、はい、で、中井さんもひとみさんを指している。ひとみさんは、ひとみさんを指して、ひとみさんは、なんか結構こう、ぐじゃぐじゃぐじゃ。え、なんかひとみは変わってるんですけど、うん、あの基本食べ物の話しかしないんで、うん、なんか、変わってるっていうのが好きな、食べ物が好きなので、はい、なんか、ね、それは純粋に、まあ、悪いことではないし、悪いことではない。悪いことみたいな。
回ってるみたいな。ちょっと謎ですね、なんか謎。瞳は、まあ、結局食べ物の話になっちゃうんですけど、なんか異常に詳しいんですよ、食べ物について。詳しい、すでに見てよ、マジで。あの調べてる食べ物、あの魚、焼き魚あるじゃないですか、それの目を食べると頭が良くなるんだよとか、そういう豆知識をめっちゃ知ってるんですよ。だから、どこからその情報を得たのと思ってとか、なんか絶対食べ物のその美味しいご飯とか行ったところの写真とか見せると、あ、ここ知ってる、有名だよねとか、大体知ってて、あ、知ってるんだみたいな。東京女子流で一番天然な人は、せーの、はい、お、これは庄司さんに2票、メイン3票、メイン3票と、瞳、庄司さんが2票。庄司さん派は意外、友達の膝を階段と間違えて登っちゃった。違う、ダンサーと思って。そう、いや、それがちょっと違うんだよね。あ、まさか違うよ、しかも膝じゃないよ。膝じゃないか、膝じゃない、何かに登ったんですか。足が見えなくて、はい、でそのまま前に進もうとしたら足踏んじゃって、はい、そしたらなんか私の足階段と間違えたでしょとかって言われて、はい、でも普通気づくじゃないですか。だからそこが点でなと思って、あ、階段間違ったみたいな、足だった、うん、盛られてる話が、ちょっと膝じゃなかった、うん、そう、誰かなと思ったんですけど、うん、やっぱメイが、うん、なんかね、普通じゃない、なんか変なところで笑ったりするんですよ。あ、つばが浅いんだ。つば浅いのもあるし、ちょっとよくわかんないですよ。なんかだいたい笑ってるところが一人で、なんか人いきなりダンスレッスン中に、なんか結構みんな普通の、まあ、真剣にやってたらいきなり目が爆笑しだして、なんでこう 笑ってんのみたいな。もうずっと笑ってるんですよ。思い出し笑いもしちゃうんですよね。だから急にこう来ちゃうんですよ。はい、だからよく笑ってるねって言われます。